ります谷川達也選手を持ったチャレンジとは早速と走り去ってまずは勝利を収めました。さあターンを決めて御前上へお客さんの目の前を走り去っていくチャレンジの先頭その後ろを走るのがこういうのが F 乗車ですが、さあ狙いが高速の加速力を目の当たりにしていただきたいと思います。さあそしてここで脱落クライムする乗車になるがここで F に帰ってくるチャレンジが残った状態でスターティングフリートについているのはそうスクールメディア、そしてスペチャーレの2台だ。さあそのスペチャーレはまず 4500cc の 655 馬力、そしてドラマの全国スクールメディア、この2台によりますフェラーリの対決になります。さあ一体いかなる結果が待っているのか、今旗が原稿に持たれてそれが掲げられると今スタートした。まず出たのはスペチャーレか、スペチャーレ差をつけてスペチャーレが勝利、そしてターンを決めてこちらに帰ってきます。シャッターチャンスを皆さん逃さないようにお願いします。さあ帰ってきますとこのスペチャーレと先ほど勝者チャレスト、さあフェラーリさんどうぞ楽しみいただきたいと思います。さあここでスクールエリアラインデスロに帰ってきます。さあ残り2台、先ほど勝者第1回戦の勝者チャレスト谷川達也ドライバー、プロのドライバーですよ。そして先ほど勝ちましたスペチャーレ 4500cc 650馬力というもう最新のマシンでございます。さあこのマシンに対してチャレストはこの3台の、今回出てくる4台の中では一番古い方に当たります。さあそのチャレストをドライブするのは谷川達也。さあ最新鋭のマシンにチャレストがどのような戦いを挑むのか。さあ旗が振られてスタートしました。リードしているのはチャレストだ。さあ速いぞ、このドライブを移動する。チャレストだ。決めて向こうから戻ってくるフェラーリ、チャレスト、そしてスペチャーレ。さあ音が後から聞こえてくるというこの迫力満点の加速力、ぜひご堪能いただきたいと思います。さあ残したチャレスト、谷川達也選手がドライブするチャレストがなぜか1台だけスターティンググリッドについてきました。さあここから何が起こるんでしょうか。その静けさを、この静けさが若干不気味な雰囲気を醸し出しておりますけども、出てくるはずなんですが例のやつがどこにいるんでしょうか。私の視界には一向に入ってきてはおりませんけど、確かにどこかに存在しているやつの姿、またまた何かありそうな気配が、気配が今のところ気配がないんですけども何かありそうな、何かが起こる感じはするんですけど、その気配が一向にないっていうのがすごく怖いんですね。どうなんでしょうか。さあぶっちゃけ言ってしまいますと、この後エヴァには止まってませんね。なのでどこかにいますね、ナミさんね。いますね。ここからには止まって